南北に長い京都市の最北部。鞍馬を越え花瀬を越えたその奥にある隠れ里のような集落、広河原。やがては嵐山に至る大井川のはるか上流、清冽な渓流の岸辺にちょっと風変わりな器を焼く陶芸家の窯があります。小松加工さん、ここに工房を開いて30年、桜の陶芸家として知られています。小松さんが桜をモチーフにした作品作りにこだわるようになったのは、京都を代表するある庭師と知り合ってからです。桜の名所として知られる御室仁和寺の庭師を代々務め、桜森の異名を持つ桜の達人、16代目佐野藤右衛門さん。藤右衛門さんが燃やしているのは一冬乾燥させた桜の枯れ枝。この炭を砕いてふるいにかけ、さらに1ヶ月寝かせて桜の灰を作ります。ただ燃やして灰取るのと違うて、いつ切ったものがいいかっていうのがもう一番大事ね。今のやつはダメね。秋の葉っぱが落ちて水分がほとんどなくなったのを燃やさんと、冬の間に割って乾燥させておくね。で今のやつは水あげとるから、まともな灰はできひんねわ。藤右衛門さんが丹精込めて作った桜の灰を小松さんが丁寧にあく抜きし、長石と混ぜて陶器を焼く際の釉薬にします。桜の灰ばかりを藤右衛門さんがご自分で焼いて作っていただいた灰ですので、桜の灰妥協っていうことはまあまあそうそうあることではないなというふうには思います。 100% ですか？はい、 100% ですね。もう明らかに雰囲気が違いますし、劇的に色が違うというもんではないんですけれど、その焼き上がりの特に上薬が、夕だまりとか厚くかかったところには明らかにその傾向が出ますので、色がどういうふうに違うということも大事なことですけど、私一人の仕事でなくて藤右衛門さんが相当の時間をかけて、薪を短く切って乾燥させて、桜は桜ばっかりの灰を作っていただく、やはり藤右衛門さんの何かの思いが入りますのでね、思いの積み重ねみたいなものがきっとこれ、いや焼き上がりがあちょっと違うなっていうところに現れるんじゃないかなっていうふうにこの頃思うようになりました。小松さんが藤右衛門さんと出会ったのは24年前。以後二人のコラボレーションで数々の桜の器を焼いてきました。焼き上げる温度、時間、使用する土の種類で様々な色や風合いの違いを見せる桜の灰の釉薬。桜を愛する二人のこだわりが作り出す不思議な美しさです。はい、三角です。三山と申します。三山さん、あの桜の皿の出品者です。ああ、どうも。振り込みが確認できました。ありがとうございました。ではできるだけ早く発送していただければ。今日お届けできる思います。
いらっしゃいますか？ええ、自宅は仕事場なので一日中おります。ごめんください。はじめまして。どちらさんでしたやろか。深山です。お皿を届けに上がりました。ああ、ご自分で。大切なお皿や思いましたので。それはご丁寧に、おおきに。あ、さあどうぞ。上がって作品でも見ててください。今お茶入れます。あ、お気遣いなく。こんな山奥まで訪ねてきてくれはったお客人にお茶も出さん言うのは失礼や。失礼します。どうぞ。お一人でここに？まだ弟子を取るような身分やないので。そういう意味と違うんやけどな。お父様の作品、ほんまに桜の絵ばっかりですね。それは僕が真似事で焼いたもんです。絵もそうやけど、焼き上がりの上薬の色もなかなか父の世には生かしません。お父様の作品を集めてはるんですね。ええ、売りに出たものはなるべく。でもこの四方皿はちょっと特別で、ずいぶん探しました。特別？その皿を真ん中に置いてみてください。ほんまや。何がです？あ、いえ。深山さん。はい。この皿をどこで手に入れはったんです？なんというか、いただき物です。どんな人から？つい最近知り合いの人が亡くならはって。そのご主人から。亡くなった？はい。お名前は？さくらさん言わはれます。その人は私の母です。母は父と20も年の離れた人で、親子みたいな夫婦やと周りから言われてました。仲のええ夫婦やったと思うんですけど、僕が高校3年の春に
母は家を出て行きました。あなたは母とどれほどの間からやったんですか？私は桜さんのことはあんまり知りません。あなたにあの皿をくれた人、母と再婚した人というのはどんな男ですか？堪忍です、ぶしつけに。無口で真面目で働き者で優しい人です。そしたら母は幸せやったんですね。はい、それだけは確かなことやと思います。幸せやったんならええんです。ご両親は離婚されたんですか？もうやめときましょう。私、さくらさんのことをもっとよく知りたいんです。あなたの胸だけにとどめてくれはりますか？お恥ずかしい話ですけど、母は駆け落ちしたんです。相手の男の人のことはよう知りません。父もそのことについては一言も話せんかったし。でも母の様子が変わった時のことは僕もよう覚えてる。この近くの山の中に小さな寺があって、檀家が持ち回りで世話をするんですけど、母はそこで相手の男の人と知り合うたんやないかと思ってます。あんな母を見んのは初めてやった。父も気づいてたはずやけど何も言わんかった。ただいま。僕は京都市内に下宿してたんで、いつも見てたわけはないけど、母は昼間でもふらっといなくなることが多くなってたみたいです。ただいま。うん。お母ちゃんは？山菜でも取り入ったん違うか？父は見て見ぬふりをしていたのか、それとも
やってみますか。あ、いえ、職人にとって道具は神聖なもんやから気軽に触るなと父から言われてます。それは何ですか。釉薬に使う桜の木を燃やした灰です。父のやり方を真似てるだけやけど、不思議と優しい色が出るんです。お父様はなんで桜の器ばっかり焼かはったんですか。さあ、桜が好きやったとしか言いようがないな。特に母がいなくなってからは桜の器しか焼かんようになった。駆け落ちした母を追わへんかったんは父の愛情やと思う。さくらさんを恨んでないんですか。その絵のモデルになった桜が川のそばにあります。
堪忍をそうなって。うん、お父ちゃん。何や。うちな、今度の公演終わったら劇団やめよう思うねん。やってみたいことできてん。そうか。なんていう仏さん。観音様や。桜観音。アホか。すぐご飯作るさかい。桜や。お前のお母ちゃんのこと許したってくれ。あいつにはあいつの運命や人生がある。桜の陶芸家小松さんの工房の横には桜森の名で知られる佐野藤右衛門さんが作庭した野趣あふれる庭があります。もともと家の中にしまいきれない大きな作品を置くために作られました。もちろん庭の中心には見事な大山桜の木。足の遅い山の桜はまだまだつぼみ。この日藤右衛門さん自ら見分にやってきました。あ、 上はいい花ついてるわ。あ、そうですか。花やわ。ああ、そうですか。うん、先生ちょっとえらい心配です。こんな高いところ。何が。大丈夫大丈夫。ああ、ありがとうございます。いい花咲くと思うわ。いや、楽しみ。あと1週間か。1週間。うん、まあ山奥まで訪ねてきてくれた心の師匠のため、藤右衛門さんお気に入りの桜の器に春の味覚を盛りました。桜の灰の釉をかけた桜の絵柄の皿と丸鉢。料理の移りはいかがでしょう。なあ、これな、これはまあ、あの料理人の、まあ、感性。そのわしらの職業っていうのはやっぱり造園っていうのか庭を作る方やから、全米か好みですね。ということはな、はい、こうしてこう並べてくれてはるけども、はい、この幹があんねん、はい、
で、これはここにあるべきもんなんやね。あー、地面に生えてる。そういうことで、その遊びですね。こうなってくると、なるほど。で、理屈に合うね。やったり料理盛る人は料理を見せようと。いや、そうなんです。お料理屋さんね、それが仕事ですから。で、合わせてくれるといいね。もっとこっちは寄せてもいいねんけど、はいはい、怒られるか、あんなこと言うから料理屋パッカッタ上手やな。そうですか。うちらで炊いたらもうぐにゃぐにゃか。あー、これは美味しい。あ、うまい、はい、うん。ここに原稿や前後前ともう一ついんねんけどな。えらい、すみません。